12月に入りまして、本当に早いですね。もううかうかとしていられないというようなわけで、ところが相変わらずなのが我々の方の商売でして、よく遊びのお噂をいたします。遊びというものもいろいろとあるそうでね、上中下と分かれてるんだそうですね。で、上というのはどういう遊びなんだろうと思って伺ってみましたらば、あの車へ足を踏み入れない、まず遊びに出かけない、でこれが一番上の部類だそうですね。上は小津なんて言いました。上は小津、中は昼来て昼帰り、下は夜来て朝帰り、下下が居続け、そのまた下下が居残りをするなんて。よくあのみんな昔の話にね、居続けなんてのはおつなもんだということになってますなあ。女は惚れてやってよ、離さねえんだよっちゃって、しょうがねえからおめえずっと居続けしちゃったなんてんでね、いい間のふりしてますが、これはどうもご婦人の方から見るってえとあんまりいい遊びじゃないんですね。迷惑がらいって頼む知らないでいい気になってるね。考えてみるってえとこれは、ああいうところのご婦人が考えた上中下じゃないかと思いますけども、居続けというのは下下なんで、そのもう一つ下の居残りとなるってえとこれはどうも大変に嫌がられたようですね。ああ、ちょっと顔貸してくれ。なんだよ兄貴、今夜ら一つ出かけようと思うんだ、付き合わねえか、遊びがい。結構だね、このところな、しばらく行ってねえから。おどこ行くの、中、いや吉原来たいな、一つ今夜貸し借りてな、南へ足を伸ばそってんだがどうだい。品川、結構だね、品川もいいけども大層高えってよ。橋向こうだってと安いうちがあるけどね。やめとけよ。これからおめえ品川まで足を伸ばしてだよ。ねえ、なおめえへんとこなうちでもってくすぶってるなんてのはどうもあんまり気が利かないよ。ね、まあ俺に任しときね、ちょいといい店へ上がってな、で芸者かなんかをあげてだよ、どんちゃんどんちゃん騒いでね、好きな酒はたらふく飲んで、食いてえものを食いてえだけ食って、で一晩ゆっくり遊んで一人頭5円の割り前を俺に投げ込まねえかどうだい。5円、5円だと。驚いたね、どう、ちょっとあのそれは感情が違ってやしねえかい。だってそうじゃねえか、ただ遊ぶと言ったってだよ、ねえ5円で足りるかどうかってところだ。それね、芸者あげて飲み食いして足りるわけはね、足が出るいいんだよ、そこのところ俺は足してやんだからね、出してやる、行かねえかい。大船に乗った気で、兄貴出してくるってさ、ねえ、いいの本当に、いいんだよ。じゃあ行きますよ、この3人行きます。あ、そうかい、で一つ出かけようじゃねえ。いやな、早いことはねえよ、これから行ってな、ブラ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 向こうまで行くだろ、ね、そうするってとちょうど日が暮れるってやつだな。あ、遊び行くときにはね、なんかねこう威勢よくさーっと行きたいもんだよ、ね、なんか心配そうだな、何考えることはねえよ、大丈夫だよ、俺に任しとけね。ってなことを言っていくんだよな。どうだ見ろ、品川へ着いたら日が暮れたじゃねえな、この坂をずーっと下るってと、女がずらっといるってやつだよ、ありがてえな、どうもな。どのうちがいいかね、迷うよ、こうね、いろいろとあるってと、どうだいこのうちなんぞ、大丈夫、高そうだよ、大丈夫、何が言ってんだよ、そんなこと心配するね、えばって減ってくんだよ、こういうところにはな、気をされちゃいけねえぞ、ね、あ、大志、大志、あ、どう、なんでござんす、何を、なんでなんでござんすってな、客が上路へ入ってきて、お、若いしって言ってんだよ、焼き場行くにはどう言ったらいいでしょうって聞くわけはねえだろ。俺たちは遊びに来たんだよ。馴染みじゃなきゃあげねえってのか。いやそんなことはございません。今私ちょいとね、考え事をしておりまして、ぼんやりしてました。どうも相すいませんどうも。およったりさんでございますか。うったりだよ。ね、俺たちは中でもって散々遊び飽きちゃってな。品川ってところは面白いってやからよ。じゃあ行ってみようじゃねえかってんでやってきたんだよ。評判通りかどうか一つ、今夜確かめようってんだな。一つ面白おかしく遊ばしてくれ。もうどうぞ一つお任せくださいませ。どうぞお上がりください。終わりになるよなんてんで、トン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 と幅の広いはしごを上がっていく時の気分というものはまことに結構なもんだそうですね。さあちょっと相談乗ってくれ、相談に。俺の話を聞いてくれよ。みんな僧侶会だよ、馴染みは何にもないの。まあお前さんのうちのこったからね、玉揃いだろうけれども、その中でもよったりね、一ついいのをえりすぐってね揃えておくれ。いいからね、こっち酒の方ね、飲むなんてもんじゃない、みんな浴びる方なんだね。で、甘いのはいけませんよ、ね、あの辛口のやつ飲んで頭へピーンとくるなんて酒はまさかお前さんのうちには置いてないだろうけれども、よく吟味しておくれね。それからね、品川ってところはね、大のものは勢いよくてうまいってんだな、ね、
だけどうまいのは結構だけれどもよくあるんだよね。こういうところでさ、入れ物ばかりが嫌にこの上等でね、こんな大きくって中にちょぼちょぼっとしか入ってないという、ああいうのは困るよね。品があって結構かもしれないけれどもね、俺たちは人間が土台ガサツなんだからね、品なんていうのはピタッと合うわけはないね。品なんてどうだって構わないね。刺身と刺身の間が一寸五分も離れているなんていうのは心細いからね。たっぷりと食い物は持ってきてくれよ、意外。それからな、猫を2、3匹捕まえてくれ。いや芸者だよね、うん、腕っこきのやつを一つ頼むぜなんてん、酒魚が運ばれてきますね。これで一杯やっているうちに、こんばんはなんてんで芸者さんがスーッと入ってくる。ああ一気に陽気になりまして、お座敷から三下がり、どどいつになってまたこう人君になろうというような大騒ぎ。おいどうだい、そろそろ一つお引きにしようじゃねえかね。あ、じゃあそうしよう。お、みんなちょっとこっち入ってくれ、顔貸してくれ顔。え、みんなそこ入ってピタッと閉めちゃってな。約束通りで、え、割り前だしね。お、割り前、うん、うん、今ね話をしてたんだよ。え、どうもその一人五円ってのはね気が引けるよ。だってさ、あれだけ飲み食いしちゃってんだろう。ねえ、まして芸者のところには随分なんだよ、口やかってたよ、お直しお直しって、ね、えみんなに祝儀も切ってんだろう。大変な係だよね。ほらもうとても五円ってのはちょっと気が引けて、いいえいいえ、俺がいいって受け合ったんだから構わねえよ。え、まあとにかくこっち出してくれ。そう、うん、じゃあ、まあ、こっち貸しね、うん、うん、じゃあここに、3人分ありますから。お、終わった、よし、これで15円だね。俺もここに5円足そう。え、そうするとこれで20円。え、うん、お、じゃあこれおめえに渡すよ。え、これをでどうすんの。すまねえが、おめえそれ持ってな、明日俺のおふくろのところに届けてくんねえか。え、まあ若えもんと違って年寄りだから大して金はかかんねえだろうから、それでまあなんとか一月つないでくれってね。俺のことを聞かれたらば心配することはねえと、ちょいと養生をしていくからって、おめえそう言ってくれ。え、じゃあ何、兄貴明日一緒に俺たちと帰んないの。うん、俺はこのうちに居残りするよ。どうも様子はおかしいと思ったよ。やめてくれよんな。そんな兄貴に思いをさせて俺たちは遊びいいんだよ。おめえたちのためにしてるこっちゃねえんだよ。うん、まあ本当のことを言ってるとね、どうもこないだあたりからなんだか知らねえけれども体の具合がおかしくてしょうがねえんだ。やにだるくってよ、いくら寝たってちっとも疲れは取れねえ、おかしいと思って医者に見てもらったら、お前さんの体はどっか空気のいいところでしばらくの間養生しなくちゃいけねえってこう言うんだよ。どこいらあたりがいいでしょって聞いたらな、まあ潮風にも吹かれてもらいてえから東海道あたりだったらどこでもいいでしょってこう言うんだね。でまあいろいろと考えた、いざ養生と構えるってえと金がかかるよね。こっちは金がねえんだからね。そこでいろいろと考えて、品川も東海道のうちだね。まず第一の宿駅だよね。東海道ってはみんな占った海だい、どこだって同じだ。品川も空気はいいからね。で一つここでもって養生しようじゃねえか。それについてはどうしたらいい、いろいろと考えて俺はこのうちに居残りをすることに決めたんだよね。俺のためなんだから心配することはねえ。だけど大いいんだよ、心配するね。その代わりいいか、明日の朝グズグズしてちゃいけないよね。3人でもって先にさっと帰っちゃってくれ、俺一人にしといてくれね。でねって言うと仕事はしにくいから、若いし何か言われたら、あの今寝ているのが万事心得ているからってんで先に帰っちゃってくれ。いいか、分かったな。うん、でまた俺は一月ばかり経ってな、体の具合が良くなったら、戻ってくよ。え、そしたら一緒にまた一杯やるんじゃねえかね。じゃあそうしてくれ。お、女来るよ。え、さあ早いとこ押しけ押しけ。終わって、じゃあそうしよう。うん、じゃあいいんですね。はい、おやすみ。お、おやすみ。あ、ちゃんと相談がまとまっておりますんで、あぐら朝になるってえと3人は先にさーっと帰っちまうと、さえり1人が残りまして、おはようございます、おはようございます。あ、誰、いや起きてますよ。どうぞお入りなさい。おや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 、どうも若石さん。さあさあさあ、こっちお入りなさい。どうも、昨夜はどうもありがとうぞ。いや、何すっかり世話になっちゃったね。いや遊びたいな、不思議なもんだよ。同じお足を使ってね、同じように遊んで面白い時と面白くない時があるね。それがというのは店によって違うんだよね。うん、店によってったってうちの作りによってじゃねえんだね。そこで働いているもんだよね。お前さん方のおかげでもっと面白いおかしく遊べたってやつだね。いや楽しかったね。もうなんだかわけがわかんなく、うわーって遊んじゃったよ。安い遊びだ。さようでございますか。大変に、手前どもの方も景気がつきましてな、ご内緒も喜んでおります。そうかい。ただね、近所迷惑だったんじゃねえかと思って心配してるんだ。いろんなことはございません。ありがとうございました。でどうしたい友達は。お三人さん、今朝早くにお帰りになりまして。おお、そうか。いやいやいや、いいんだいいんだいいんだ。うん、まあやつら商売があるからね。俺はどうせ暇な体だから構わねえんだ。
うん、ただね、朝の早い商売なんだよあいつら、うん、とにかくね、まあ世の中には強引な商売があるんで、朝ね一時ちょいと顔を出してちょっと口を聞くだけでもってガバリと金が減ってくんだよの、うん、で若えだろ、金があるだろ、暇があるんだ、たまったもんじゃないよ、もう全使いが荒いったっため働見ていてハラハラするぐらいだよ、うん、大変な騒ぎだよ。でこのうちは家に気に入ってたよ、うん、これからもう気に入るってえと毎晩のように来るね、銭使うぜあの連中は、福の神は舞い込んじゃったよこのうちに、お前さんだってそうだよ、しまいにもらってもらってもらってね、銭のしまいどころがなくて弱るよ、今のうちに大きなガマ口でも買ってきねえ、どうもありがとうございます。であつさまどうなさいます、俺かい、そうだね、ちょいとね残っちゃったんだよ酒が、いやいや酒は結構でしたよ、ゆんべの酒結構でしたけれどもね、うん、やっぱりいくらいい酒でも何でも過ぎちゃいけねえっては本当だ、ちょいとやりすぎて残ってます、だからちょいとね、領事をしよう、あんまかなんか、いやそうじゃねえ、酒でやったことだから酒でなくちゃ治らねえ、ね、うん、向かい酒を一杯キューッとやりたいってやつだ、ああサイドガラスか、と申しますと、お帰りにはならない、お帰りにならない、お帰りに俺が、ほらなりますよ、私はこのうちにね遊びに来てんだよ、これ越してきたんじゃないんだからそれは帰りますよ、いやいやいや、今のお話だ、今お帰りになる、いや今は帰らない、今お帰りになる、当たり前じゃないか君、表を見てごらんよね、日がこんなに高くなっちゃってんだろ、お天道様を背中に背って、浄瑠屋の敷居をまたげるかい、ねえ、ああ今日様に申し訳ないだろ、ね、だから私はね日が陰るまでつながしていただきますよ、ああ、再度ですか、そういうことになりますと、つまり早い話がお直しになる、そうそうそう、実は私ね、代わり番になって他のものが出るの、いいよ他のもんでいいよ、そういたしますとこれまでのお勘定、あらたたたたたた、君ねその勘定そういうことは言っちゃいけないよ、いやでも何もないんだよね、俺たちはねそういうことを忘れたいがために愉快を楽しんでるね、いいかい、もうそのね感情なんて言葉は聞きたい、いやそれはいずれはしなきゃならない、いずれは払わなきゃならないもんだけれども、払うまでしばしの間それ忘れていいじゃん、もうとにかく気分よく遊んでんのに、そのね君ね感情なんてこと言っちゃいけないよ、それはね、まあ払ってもいいんだよ、どうしても払ってくださいってんだったら俺払うよ、でも払うってとね一旦こと切れになっちゃうでしょ、でこと切れになるとなんだい、じゃあ、このうちに何も銭を使うことはねえんだな、ちょっとまた貸しを借りて他行ってみようなんてんで俺はこのうちからずっと出てね向かいのうちに上がって、どんちゃんどんちゃん騒ぐなんてな当てつけがましくてとても嫌なことなのね、そういうことされるのもお前さんも嫌でしょ、だからお互いのためですよね、それよりは私をここに置いといてもっと銭を使わした方がいいんじゃないかい、いや大きなお世話だけどさ、あどうえいやいやおっしゃる通りとは、どうぞ一つごゆっくり、お酒だけで、いやいやだからさ、そうだね、まあ朝直しは湯豆腐に限るなんてが、何も湯豆腐でなくちゃいけねえってことはねえな、かき豆腐かなんかそいつきねえか、あっ最後ですでね、その後でちょいとね精をつけたいよね、中串うなぎをそいっとくれ、卵焼きかなんかあつらいてね、それでやりましょうなんてんでね、酒が運ばれてくる、一杯やっておまんまかなんか食べて、いい心持ちになって四条枕にごろいと横になって鼻歌かなんか歌ってるってえとしょうがないからってんで買い巻きをかけてやる、そのまんまスーッと寝てしまいまして、お客さん、お客さん、お客さん、はい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 、あどう、いやーよく寝ちゃった、やっぱりゆんべ疲れてたんだな、ちょいと酒が入ったらたまんないよ、でもよく寝ました、どうなさいました、これはいけない、さっき向かいにやった酒ね、あれがスーッと向かいに行ってね、ゆんべの酒と話し込んじゃったまた残っちゃった、しょうがねえな、あれだけ言ってやったのにすぐに帰ってこいよって言ったんだけどね、スーッと入りっぱなしだよ、やっちゃったな、また向かいをやらなきゃいけないね、じゃあ一つ湯にでも入ってね、さっぱりしてそれからまたちょいと迎えを、ちょっとお待ちを願います、まだお帰り、うう当たり前まだお帰りにならない、ああそう言いますかと、お直しになる、そうそう、じゃあそれいりますね、こだわって一つ、今までのお感じ、
君どうしてそのお勘定ってことを言うんだろうな。いけませんよ、お勘定なんてことを言って。他に言葉は知らないの？え、なんだ本当に。いいじゃないか、そんな。いや大丈夫で、心配することはないんだよ。え、いやそれはね、本当のこと言ってるとね、私もね勘定を払ってざっと帰りたいよ、ね、帰っててめえでしたいことをしたい、ね、だけど私が今すっと帰れないというわけがあるんだよ。帰れないわけ？どういう、え、どう言って、あの帰ってったの？3人で、友達、私の3人いたろ。え、あれがね大変に遊び好きでね、うん、遊びをして裏を返さないな、客の恥、え、馴染みをつけさせないな、花魁の腕が鈍いぐらいなことは心得ている連中だよ。え、ゆんべ飲んでて、兄貴このうち裏返さなくちゃいけねえねって当たり前だよ。じゃあ日改めて来ようじゃねえかって俺がそう言ったら、いやそれじゃダメだよね。ああ間の開かねえうちにね、馴染みがずっとあるうちに、うん、ゆんべの今夜でもって一つ今夜、うん、裏返そうじゃねえかね。その代わりね、俺たちは商売があるから一旦帰るよ。帰るけれども、こと切れになっちゃいけねえから、兄貴すまねえけれども、これ持ってつないでてくれねえかと、こう言われて、私は今つなぎにかかってんね。うん、今何時？え、3時半。あ、そう、これが4時になる、5時、6時、え、辺りが小暗くなってくるだろうね。そうするってえと、方々の店でもって下足札を巻いたりね、羽を叩いたり、チューチューネズミ鳴きなんかが始まるよ、ね、そうすると坂の上から3台の車がカラ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 っと下ってきて、このうちの前へピタリと止まるてえやつだ、え、車のぞっぱなをトーンと作ってえと、スラッと降りてくるのがゆんべの3人だ。こういう遊びを君に見せたいよ、ね、え、ゆんべ締めを着ていたものは今度は無地になる、ね、え、無地を着ていたものはかすりという具合にガリとなりを変えるんだ。お、ゆべはすまなかった、世話になったな、え、同じ芸者呼んでくれってんで、うわーってんでどんちゃん騒ぎをして、みんなに祝儀をたーっと渡らして、じゃあ帰ろうじゃねえかってんで、よったりでさーっと帰ろうと、こういう寸法なんだ。惜しいね、それが嫌なら勘定して帰ろう。いやいやいや、おう、愛しいわ、よろしいわ、どうぞ一つ、ごゆっくり、じゃあ私もずっとここにおりますな。そうしてくれ、知らない顔が入ってくるよりはね、知っている人の方がいいよ、うん、じゃあちょいと湯に入って、どうぞお湯に入ってください、その間に支度をしておきますんで、召し上がり物はどんなもん、うん、そうだね、今度は、中トロの刺身かなんか一つ頼むよ、なんてんでね、湯から出てきていっぱいやり始める。ああ若い衆の方も気にはなっていたんですけれども、どん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 後からお客様が来ますんで、そっちに取り紛れてすっかり忘れてしまう。おはようございます、おはようございます、はいはい、どうぞ、起きてますよ。あ、どうも、おはよう、おはよう、おはよう、いい天気だね今日は、またね、お天気が悪いってえとね、私はね気が滅入っちゃって嫌だよ、雨ってのは嫌いだね。やっぱりカラッと晴れてなくちゃいけませんね、天気晴朗ね、結構だね、どう、どうです、ご機嫌はよがしか、ありがとうは、おかげさまで、昨夜お見えになりませんでした、お見えになりませんでしたな。何、お友達来なかったよね、おかしいやな、来なきゃならねえんだけれども、どうしたんだろう、それたね、いやなんかね、のっぴきならねえことが起きたんだよね、そうに違いねえ、出なきゃ来るはずなんだな、今夜、今夜だよ、戦は今夜来るよ、ね、6時頃になったかな、辺りが小暗くなったからね、方々の店でもって下足札を巻いたり、羽目板を叩いたり、チューチューネズミ鳴きなんかが始まる頃になるってえと、坂の上から3台の車がカラ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 ッと落ちてきて、このうちの前へピタッと止まらない、止まらないやと。ダメですよそれは、私は来ない、家のことはないよ、来るよ、来る連中なんだからさ、なんだいその来ないってのは、いえおいでに、私それはなるかならないかは分かりませんですが、まあちょいとお見えにならないような気合で、ですから、お見えになるならないはまあ別といたしまして恐れ入りますが、これまでのところを一段落つけていただきたい。なんで一段落ってのは、お勘定、あなたまた君その勘定勘定ってよく言う、いやいやそれはね、私の方もあまりこういうことは申し上げたくないんですけれども、ご内緒はやかましいもんでございますんで、どうでしたとお勘定の方、君ね、いいかい、勘定しちゃうだろ、勘定しちゃった私はずっと帰っちゃって、もしあの連中が今夜来たらどうすんの、ねえ何どうしたの、兄貴はいないのかい、じゃあこんなところで遊んだってしょうがねえやな、じゃあ他行って銭使おうじゃねえかってんで、ここのうちに落ちるお金がよそのうちに落ちてしまう、つまんなかろうこういうことは、どう思うよ、いえもうそれも結構でございます、どうぞ一つよろしくお願いしたい、あそう、そう、じゃあどうしても勘定今、あそう、はいわかりました、いただきます、やっとね、勘定でしょね、ペッと今父がここに勘定をさっと払いたいけどねえんだ
ないないないってことは冗談じゃあり冗いや冗談じゃ本当にない。いやあと落ち着いてる。うん、どうするつもりです。いやどうするったってさしょうがないじゃないかね。うん、まあずっと私が言っているようにね、うん、私もね、あの友達が頼りなね。だから友達が札束をがばりとこの中に入れて私を身請けしに来てくれるまでここでもってつなぐわけだ。あ、そうですか。へえ、じゃあどうです、お使いをやるとか手紙を出すとか、それがね、そうしたいんだけどね、うちが分かんない。だってあとのお友達はお友達なお友達なんだけどもね、ごく新しいお友達だ。おとといの晩、日の暮れ方だよ、新橋のシャモ屋で俺一杯やってたんだ。そしたら隣にいたのがあの3人、女中が気が利かねえもんだからね、調子の変わり目がやけに長いんだよ、3人でイライラしてんだよ。こっちもそういう覚えがあるから、まあまあ、一つ、私までちょいとつないできないってんで、あっちは尺したんで、そしたら向こうが、ありがとうございます、受ける途端にお待ちどうさまってんで、向こうのお調子が来たよ、じゃあ、今度は私の方を受けてくださいな、どうぞありがとうってんで、やったり取ったりしてるうちに酒飲みなんてものはね、すぐに仲良くなっちゃうもんだよ、一緒のもんになっちゃって、わー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 言ってるうちに、どうです、このまんまお別れすんのもなんですから、これから一つ、品川へでも、繰り込もうじゃありませんか、結構ですな、じゃあ行きましょう、いやーってんでやってきたんだが、どこの人たちかな、大変だ、こら。おい、ちょっと、おお、清野清野、おちょっと、こっち来てくれ、あの清さん呼んできて、清さん、うん、ちょっと顔貸して、何じゃ、やろう、一文なし、ほらほら、だから私が言ったでしょ、気をつけなよって言ったら、お前さんなんて言ったい、何を言ってんだい、長いこと若い衆をしてるんだい、俺の目に狂いはないんだからって、あんまり大見えを切るから、私もね、それ何度も何度も言うんじゃ、お前さんに悪いと思って、私は黙っちゃったんだい、本当に言わないこっちゃないよ、ねえ。だから言ったでしょ、もっと感情の催促、いいそれ催促したんだよ。ところがね、俺が感情って言葉を出すってと、向こうはペラ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 、まあよく喋るったって、また不思議にね、あいつが喋ってる時に鼻の頭を見てるってと、俺の舌がこうツーッと突っ張らかっちゃうんだね、口が聞けなくなっちゃうんだ、バカにされてんだよ、本当ね。俺は言って駆け寄ってくれるんだ、あんな、あお前さんかい、散々遊んじゃって銭がねえってな、お前さんかい、よん、変わり合いまして、大層こわもてで、ねえ、キュッと決まってますよ、ねえ、おたや、バカにしてやんだ、本当に。どうするつもりだよ。それなんですよ。ねえ、私もどうしようかなと思って考えてん。どっから持って金の工面はできねえのか。それがね、私がまた天涯孤独で身寄り頼りがねえんだ。どこ行っていいかわからねえんだね。誰か貸してくれる人だったら世話してもらい、ずるしいこと言うんじゃねえ、本当に。どうぞ、大きな声出したっちゃねえ、怒鳴ってお足がここに出てくるぐらいだったら私は先に怒鳴ってるんだよ、ね、どうするったってしゃあねえや、成り行きに任せるよかね。なんでその成り行きってのは、いやこのね、このたもとに刻みが四十目入ってんだよ、ね、こっちのたもとにね、マッチ箱が二つ入ってますね。おいらんからいただいた古いキセルがここに一本ございます、ね、当分の間籠城が効くんだね。アンドン部屋いでも下がりやしょ、この野郎。バカにしてやんだ、大変なやつだよ、本当に。冗談じゃねえ。おう、とにかくな、この部屋塞がるしは困るんだい。そう、こっちひれい、お供いたしますよ。どちらでございますか、アンドン部屋は。アンドン部屋なんてのは今時あるかい。ずずしったってあるしね。おう、こんなかい言ってね、こんなかい、えいおう、失礼をいたしよ、おやおや、よよよ、へへ、薬部屋、布団部屋、結構でございますな。ポカポカとあったかでありがとうございます。布団によっかかっちゃいけないよ。心配しなくて大丈夫ですよ、布団部屋で布団によっかかるなんてそんな野暮な男じゃないよ、ね、縁起に触るというぐらいなことは苦労人だから知ってるんだよ、分かってます、大丈夫、ご心配はいりませんよ、火気をつけます、大丈夫ですよ、ね、あそこ恐れ言います、ピタッと閉めてってください、あそれからね、あなた方もお島の説には、お退屈な時にはどうぞいらっしゃいまし、お話し相手になりますよ、おいらにもよろしく言ってね、たまにはこういうところもおつだって、さよなら失礼なんてんで平気な閉鎖ですね、あちっとも驚かない。まあ、こういうつまずきがあったから商売の方に触るかてえとそうじゃない、これが水商売の面白いところですね。その晩も大変に客が来る、明くる晩もまたその明くる晩もどん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 大変な繁盛の仕方で、そうなるってえと人手が足んなくなって、みんなお客様にこうずっと均等に行き渡らない、粗末に扱われる客なんかも出てくる。冗談じゃねえ、
うん、話があるから来てください、来てくださいって。来りゃ何だい。女はまるで面を見せねえ。女の面の見せねえなしはねえ、忙しいんだからな。おばさんでも何度も来て、あ、すいませんね、ちょいとあの子忙しいのよとかなんとか言って、詫びの一言も言ったらいいじゃねえか。どうぞここね、待ってておくんなさいって。放り込んだまんまで。刺身をいや、見ろよ。刺身だけ持ってきて、下地持ってこねえんだ。いくら俺がおめえ魚が好きだからったって、生魚おめえ下地なしで食えるかい。こっちは猫じゃねえんだよ、本当に。またこっちは手叩いたりがなったりするってえとね、野暮なやつだとかいろんなこと言って、本当にこんなところぐらい勝手な商売はないからね、まあ本当にね。もう本当にもう、何をしてやんだろうな、この茶の。ごめんくらい。なんだい、ちょっと失礼をいたします。どう、なんだい。お下地を持ってまいりました。今からやっと持ってきやん。遅いじゃねえかよ。気をつけねえ。刺身は帰っちゃったよ。本当に。忘れちゃダメだよ。どう、愛しまへん。ちょっとお伺いいたしますが、あなた何度あんしょ。かすみさんのいい人の、かっさんって人でしょ。なんでよくおめえ俺のこと知ってんな。おめえなんでこの若い子か。そうですな。まあ若い子のようなもんでございますな。なんだそのようなもんってやつ。なんでもいいや。なんで俺のこと知ってんね。なんでったったあったね。今このうちでね、あなたとかすみさんのことを知らないなんてな、いませんよ。ね。のべつ幕なしだよ。もう始終かすみさんに聞かされちゃってんだから、たまりませんよ。ちょっと聞いてくれよなんてんでね、本当に私はもうかっちゃんの顔見ないってやると気持ち悪くてしょうがないのよなんてんでさ、もうのべつだ、弱ってんだよ私は。そうかい。まおいっぺやんねえ。あ、どうもありがとう。いやいや、そのお志だけで結構だわ。酒やらねえのか。いやいや、お酒はいただくんですがね、そういう小さなもんだてとか、後ろの違い棚に湯飲みが入ってますよ。それでいただきたい。湯飲みでやんのかおめえは。本当に。どうもありがとう。恐れ入ります。いただきます。どうも。結構だ。またね、このうちはね、酒がいいんですよ。もうそれ言います。どうもすいませんね、急にねお邪魔しちゃってね。で、何か、かすみ、なんか俺のこと言ってんの。言ってんのかい、なんてもんじゃないや。あんた、あっちはね、前からあなたに一つお会いしたいと思ってて、お目文字したいと思って。いやいや、気持ち悪がっちゃいけませんよ。一度でいいからあなたみたいな人に会いたいと思ってたんだ。なぜってさ、会いたかったな。いや、あのね、のべつ聞いてるでしょ、あなたのことを。そうするとどんな人だろうなと思うのは、これは人情ってやつですよね。で、私はね、大将、かすみさんにね、ひいきになってまして、かわいがっていただいてるんですよ。よくお使いなんかさせていただいてるんです。でね、また私もね、かすみさんって人好きなんですよ。ここでもってね、大層な売れっ子でしょ。ましてやね、あれだけの女っぷりですからね、大概そいつを鼻に引っ掛けるもんだ、それは鼻にぶる下げね。江戸っ子ですよ。で、気が強くってね、で負けん気なくせに、なんかこのほろっとすぐにね、もろいところに人情にね、優しいところあるんですよ。私なんかよくね、話し相手になるんです。昼間、皆さん退屈でしょ、なんかお話ししましょうかって言うと、いや私の話を聞いてくれなんて言うんでね、かすみさんのべつだよ、私聞かせるんだよね。もうとにかくなんて言うんで、いろんなことを言うね。だ、この間聞いたのは、こういうこと言った人、あなたいいですか。かすみさんって人はね、私はもうとにかく、若い自分から男嫌いで通してきたの。ね。この勤めに入ってからも男に惚れたことはないのよ。ってこう言うの。ああ、なるほど。ね。そう言われてみりゃ、キリッとしていて、どことなく、なるほど。男嫌い、男をそばに寄せつけねえってところは、わかりますな、と。こう言ったの。わかるでしょ？わかります。それがどういうわけだか、あのカッさんには、ってここで言葉が切れた。ね。から私が、かっちゃんにはってなぞったてやつだ。ね、
で、なんて言うだろうと思ったら何も言わねえ。私の顔はじっとこう見てこういう形でえ、こうやったから私の目の前にかすみさんの白いうなじね、わかります、うなじですよ、うなぎじゃないよ、ね、うなじがすっと目の当たり、その白いうなじに赤みが差したと。弱ったよあなた、うん、ね、ははー、これはね、あんな気の強い人がこんなにも可愛くなっちゃうもんか、え、愛おしいってやつだよね。ああ、もう本当にね、こんな人をこんなにクタクタにさせちゃう男はどんな男だろう。一度でいいから会ってみたいなと私はそう思ってたので、今日あなたがお見えになってるってことをチラッと聞いたから、なんとかしてここに入りたいと思ってて、やっと入れたとこういうわけなんですよね。で、ひょっとあなた会ったでしょ、顔見たでしょ、わかります、わかるなこれわかりますよ、よく言うでしょね、男を惚れさす男でなければ粋な年は惚れやせぬなんてね、男の私が見たってね、フラフラッとするぐらいだから、とにかく女見たらたまんないよあなたなんざ本当にもうタバコでも買え、どうも、はい、本当ですよ、いや、あのね、あの、おとといね、あなたのことを思っておばさんと喧嘩してましたよ。いや本当ですよ、何を喧嘩してんだろうと思ったらね、どうでもいいけれどもね、お前さんはカッチャンカッチャンって、カッチャンばかりがお客じゃないんだよ、他のお客のところにも行ってもらいたいねって言ったら、しょうがないじゃないの、嫌いなんだから、なんてなこと言ったら大変ですよ。でまたあなたこのとこお見えにならなかったんですってね、だから余計こうイライラってきたというやつだね。またそういう時の姿形がようございますよ、柱に寄りかかってね、そういったこう、伏ててるところが、なんとも言えんで用事をこう噛んでね、悔しいからバリ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 またあちらが歯丈夫なんだよねえ、女が良くて歯が丈夫だからたまんないね、あんたに。しばらく経ったら三味線を持ってきて爪引きでもってドドイツ歌ったんしたよ。ああ、この文句はたまん、あなた芝に住んでんでしょ、そこだよね、あなたのことを思いながら歌ってんだね、芝や金杉は粗末にできぬ末は見そこしょ下げどころなんてんで歌いじりをふーってこう上げたところなんざ、どっこだと思ってこんな女を夢中にさせるんだから本当に憎いと思ったね、本当にあなた、色悪だよ本当に、ちしょういくらか出せ、何を言うの、もうごめんなさいね、遅くなっちゃって、まあ本当に早くに来ようと思って、あら、どうしたの、お前さん、この人呼んだの、呼びやしね、勝手に入ってきたんだよそう、なんだい、どうしかい、そうじゃないのよ、うちのね、居残りさんなのよ、居残り、あ、そうか、おめえ居残りかい、ね、そういったようなわけで、また一つごひいごひいきがないよ、どうも様子は変だと思ったんだよね、若い子かって聞いたら若い子のようなもんだってやん、なんだろうと思って俺考えちゃったよ、いやいや、この人はな、だってこのうちはドジだよ、間抜けだよ、刺身だけ持ってきてさ、下地を持ってこねえんだよ、俺は怒鳴ってたんだよ、そうしたらこちらのおめえ下地持ってきてくれたの、あら、そう、すいませんね、どうもありがとうございました、大層気が利いて、いえいえ、気が利いたというわけじゃないんですよ、おろうかをこうずっ と通りましたところね、こちらはね、大きな声で、怒鳴ってんの、猫じゃねえよなんてんでね、それは大変なご立腹なんですよ、じゃあここでもって一つ注意を見せなくちゃいけないと思って、私はね、下地のありかをほぼずらっと探しました、なかなか見つからねえ、弱ったな、なんとか早くお持ちしなくちゃいけないなと思って、ひょいっと購買さんのところの、前を見たんですよ、購買さんの部屋の前を、だからあのそばの台柄が表にこう出してやったのね、それからとっくりを持ってこう振ってみたらガバリと音がしたんで、薬味のこうネギをどかしてその小皿に分けて、運搬をしたと、おおおおいや、これそばつゆかよ、おい、どうりでさっき一切れ食ったら矢にはまったらいいからおかしいと思ったんだ、おい、はあ、そういったようなわけでございまして、あんまりお長くなるってえとお邪魔になりますんでこの辺で失礼、いいよなんてなんだわけや、ああ、口が達者でもって人間がずうずうしい、酒の相手ができる、ちょいとした歌なんぞも歌えるというようなわけですから、もうこういうところにはもってこいですな、これは。もうとにかくあっち行ったりこっち行ったり、ちょいと粗末に扱われているなと思う程度、そのお客のところに入ってって、よよいやなんてなこと、客がぼんやりしちゃってね、もうどうにもしょうがない、でまあ
おいらんやなんかから使いを頼まれる、気持ちよく引き受ける、手紙を書いておくれ、あいよーなんてんで手紙を書いてやる、枕が壊れたの直して、うってんでそっくりでキャッと直したりなんかしてね、ああ大変にこのお小遣いやなんかいただいちゃって、近頃ずいぶん暮らしが良くなってきた。それだけじゃなくて、粋なお客になるってえと、なんかこうね、番をかけたりなんかして、おいおばさん、どうも座敷は寂しくていけないよ。え、いやいや芸者じゃないよ、ほらこの間来た時にいたの。え、うん、なんかあのおかしなやつがさ、居残りがいたらどうしたい。もういないのかい。え、あ、居残りですか。え、まだ居残りさんいるんですよ。あ、そうか、じゃあちょっと口かけてくれ。あ、さよですか。ちょいと居のどー、13番さんお座敷ですよ。おありがとうござん、にゃん、もう大将、あなたはどうしやした、よいしょ、なんてあっちこっちの座敷を掛け持ちを始めたんだね。ああそうなるってえと、若い人たちのところへ入ってくる祝儀やなんかをみんなやっちまうもんですから、もう若い人から苦情が出ますな。おお、驚いたよ。え、本当にね、あんなずうずしいやつってのはないよ。え、うん、もうとにかくね、俺たちここのところさ、こんだけお客があるんだ、忙しいんだ、それなのにもらいが少ねえからどうしたんだろうと思ってたら、あの居残りがやってやんだよ、みんな。え、前でさ、うん、本当にね、こないだなんか尺に触ったよ。え、兜町の客が来てて座敷は寂しい。え、口をかけてくれったらさ、うん、お清殿が2階の手すりからね、ちょいと居のだーんってんで声をかけた。ね、そうしたら、え、あの野郎がまた、へーって言ったよ。ね、十三番さん、お座敷よーって言ったら、あんちしょうがへんてこの格好をしてね、清掃をパチパチやりながらね、チャラチャチャン、チャラチャチャラチャチャン、なんてんで、え、ずーっとへんてこの格好をして座敷に入ってったら、またみんなが喜び上がって、祝儀をやってんだよ。バカバカしいったって、あれはしないよ。あれがいたんじゃ、ちっともこっちに入ってこないからね、うん、俺は旦那に話をしたんだ。うん、もう返しようと思ってさ、ほら来たよ。ご覧よ、あの格好。え、資料走らやがって、へんてこの格好をして、本当に、おう、居残りさん、居残りさん、えいよ、え、お座敷はどちら、何言ってんの。お座敷じゃないんだよ。え、ちょいと旦那が話がある。え、こっち来てごらん。おお、最後、どん旦那、居残りの人を連れてきました。ああ、そうかい。さあさあ、どうぞこちらへお入りなさい。どうぞどうぞ。え、いやいや、お前方もういいよ、そこをピタリと閉めてもう向こう行きなさい。うん、いや、お初にお目にかかります。私がこの家の主です。あなたもね、不思議な縁からこうして私のうちに長いこといらっしゃる。まあ私のうちもあなたに長くいてもらったところでしょうがないね。あなたもその、うん、宿小屋のないもんじゃなかろうし、するから、どうですな、一旦ね、勘定の三段にお家にお帰りになったらどうです。え、いや、一時に払ってくれた私の方も言いませんね。少しずつ入れてってくれて、まあ、半年一年かかっても二年かかっても結構ですから、まあ、きっとあなたのことをお待ちになったらしゃる人もいることだろうから、どうぞ一つ、構いませんよ。え、一旦お家お帰りなさい、お帰りなさい。ありがとうございます。そんな優しい言葉をかけていただけるってと、あっしはね、穴があったら入っていくれなんとか。何、何、遠慮することは、いえいえ、ただ旦那の前ですが、あっしはこのうちの敷居をまたいで表には出られねえんでございます。私がいいってね、いえ、旦那がいいとおっしゃっても、一旦このうちの敷居をまたいで表へ出てごろじろ、御用と捕まれや暗いところに放り込まれなきゃならねえ身の上なんだが。うん、お前さんが何か悪いことでもしてんのかい。ええ、人殺しこそはいたしませんが、野党かっつき矢尻切り、悪いに悪いを重ねております。そうか、そうは見えないけどな。ええ、おっしゃる通り、親父は神田の白壁町で相当な暮らしをしておりましたが、ガキの自分から手癖が悪く、抜け目襟からぐれ出して旅から旅を稼ぎ回り、ご家といっては寺寺や豪快入り込み盗んだる金が見たけの罪とがは、毛抜けの塔の二重三重、どっかで聞いたことがある。お言葉に甘えて表へ出る途端に御用を取ったと実ってかで、お慈悲でございます。もうしばらくお学前になすっておくんなよ。とっとっとっと、とんでもないことだよ。それを聞かないうちならいざ知らず。ね、聞いたお前さん、
それは知っててかくまったなんていうことになら、うん、大変なことになる。とにかく、帰ってくれ帰ってくれ。いえ、でも表へ出る途端に御用と捕まれば、どうしたってこのうちに迷惑が。いやいや、だからさ、わかんないようにどっかへ高飛びできないのかい。それは高飛びしてえのは山々でござんすな。先立つものはロビンかい。おい、セブンコを持っといて、セブンコ。ああ、そう、開けた。さあ、ここにな、え、20円や、これだけありゃどこへでも行かれるだろ。さあ、これはもっと早く行ってくれ。ありがとうございます。それじゃあ、お言葉に甘えてこれは頂戴いたします。旦那、甘えついでにもう一つお願いがございます。このなりじゃどうしたって人目についてしょうがありません。恐れ入りますが、旦那の着物を何か頂戴したい。私の着物、うん、私のでよきゃいいけども、うん、雪丈が合うかな。こねえだ測ったらぴったりだ。測ってんのかよ、おい、うん、おい、あの、なんか私のな、着物、普段着でいいよ。いや、こないだ、あの、越後屋からできてきた、結城の着物が、何度もよく知ってるな、おい。できてきたのが、そうだ、まだ火付けがついてます。しょうがないよ。火付け取ってすぐにこっちに持ってきな。それから、あの、帯もよろしく。ああ、わかったよ。帯も、なんか、献上がいいだろ。何、羽織、ああ、わかった、羽織だってさ、足袋や、モンス、同じです。よく合う人だねど、足袋もつけて持っといて。それからな、ここに半紙が一畳、いいかい、手拭いが一本、ね、財布もありますよ。これをそっくりあげますか、いいか、あのね、履物は、あの、店の端のところにな、脱いであるよ。店の門に来ちゃわかるから、それを履いてすぐに、どこにでもいいから、遠く行っときも早く行っとくれ、早く行っとくれ。いやいや、そんな挨拶はどうで、いえ、どうも、ありがとうございました。コツがシャリになっても、こちらのことはもう、いや、いいから、そんなことは。さあ、早く早く行っとくれ。はい、分かったよ。はい。おい、誰かいないかい。野郎出てった。あの、うちの前ですぐに捕まったりなんかするってか。厄介だから。ちょっと様子を見てきてくれ。かしこまりました。八つ山下の茶屋女、歌ってやらんじゃん。のんきだねえの。居残りさん。おう、へえ、なんだい、お使いがい。お使いじゃないよ。そんなところでのんきに歌なんぞ歌って、もしお役に捕まったらうちの旦那に迷惑がかかる。あるかい？いやー、お宅の旦那はね、いい人だね。当たり前だよ。この界隈でもって神様か仏様のように言われてんだよ。ご恩忘れるってと大変な罰が当たるよ。そらね、よく言やいい人だよ。悪く言やバカだ。なんだいバカとは。おめえもな、この家業で飯を食うんだったら俺の面はよーく覚えとけよ。俺はね、中行ってもコツ行ってもどこでも相手にしてのね、居残りを商売にしている左平次ってもんだな。まだ品川じゃやったことはねえから、面が割れねえと思っておめえのうちに見込んで減ったんだよ。すっかり小遣い稼ぎができたし、当分の間これなら楽に暮らせな。旦那によろしく言ってくれな。あばよ。お、ちきしょう、悪いやつだねえど。旦那、大変でございます。何、捕まったか。いいえ、泥棒でも何でもないんですよ。居残りを商売にしている左平次って男ですよ。居残り商売、ちきしょうめ、人をどこまでおこわにかけやがったか。旦那の頭がごま塩でございますから。